弟ができたプータです。突如僕の家にやってきたこの怪獣、その名もポンタ。ゴールデンのママとグレートピレニーズのパパです。弟と初めて会った日の様子を紹介していきます。兄としての威厳を絶対に見せつけてやる。おりゃー、くらえ。なんか重いけど、なんだ。お前にはマウントってやつを取ってやるからな。わかったか？この人、しつこいな。ペロペロ。あ、僕のナスビだ。はい、ください。はい、いい子にするのでください。ください。はい。ねえ、お兄ちゃん、僕と遊んでよ、そんなことよりさ。うるさい、うるさい。僕はナスビと遊ぶんだ。うるさいな。ちえ。なんだよ。これは僕のおもちゃだろ。お兄さん、僕だってこれで遊びたいんだよ。ダメ、これは僕のおもちゃだから。ダメだってば、ダメだってば、やめろよ。そんなこんなでうちにやってきたこいつ、同じぐらいの大きさだから僕は全然余裕で勝てるんだけど、お兄ちゃんを尊敬してよね。みんなもこれから僕の弟ポンタをよろしくね。終わり。はじめまして、ポンタです。ゴールデンレトリバーとグレートピレニーズのミックスのゴルピレちゃんです。よろしくお願いします。これは僕が車でコトコトとやってきている様子。ふわふわのパピーちゃんで可愛いでしょ。お兄ちゃんはやたらと僕の上に乗るのが好きみたい。力が強くてすっごいな。僕もそんなに強くなりたいな。性格ははっきり言ってマイペースな方。あー、そのドーナツ欲しくなっちゃった。ください、ください、ください。うわ、投げちゃった。もういらないか。時にはゴールデンのように果敢に縄にも向かうぜ。ガオージャンプはピレニーズのようにボテボテとジャンプするぜ。おいしょ。疲れたらスイッチが切れたように寝ちゃうところもピレニーズのところ。みんな僕ですが、皆さん、そしてお兄ちゃん、これからよろしくお願いします。終わり。超大型犬の2ヶ月半の体重を大公開しちゃいます。どうも、ポンタです。実は体重計の上でお座りします。偉いでしょ？結果は、ドゥルルル。じゃん！ 6.3 キロ。これからまだまだ大きくなるよ。見守っててね。ピーなのにあまりにもデカすぎる。超大型犬のお腹。どうも、ゴールデンピレニーズのポンタです。僕のチャーミングでポテーとしたお腹見たい？こうやってひっくり返ってなでなでされるのが好きなんだけど。にゃー。超大型犬の僕はまだ3ヶ月の赤ちゃんだけど、当ててもこんなに大きいです。次はお腹を見せてあげるね。こちら、ぽにゃーん。牛さんみたいにポテッとしてるでしょ。牛乳は出ないからね。まだ3ヶ月なのにこんなにポテポテってしたお腹がすっごくキュートじゃない。可愛いなと思った人は可愛いねってコメントしてね。あり。おたりさんを目指してお手を座りの素振りをする犬。僕も WBC を目指してお手の素振りです。お手、あかり、お手、あかり。君もムキムキボディを目指して一緒に頑張ろう。あわり。オファーから降りられない超大型犬の衝撃行動。頑張れ頑張れ。超大型犬ゴールデンピラニーズ3ヶ月の体重。前の動画から半月が経ちました。今回も僕が一人体重計にお座りをして測っていきます。気になる体重はドゥルル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 ダン 8.05 キロ。ついに8キロを超えました。どんどん大きくなる僕の成長をこれからも見守ってね。おまけはお兄ちゃんの体重測定と様子です。うぷぷ、お座りできないな。わあ、5キロなんてちっちゃいな。うるせえ。
チャンネル登録